どうもー、霊夢です。マリサだぜ。私たちのゆっくり雑談をニコニコ動画に追加したのでご連絡です。なぜニコニコ動画かと言いますと、YouTube では私たちの雑談は攻撃を受け、チャンネルがバンされてしまう恐れがあるからです。ニュースや過去の出来事に私たちの感想を添えているだけなのですが、それすら広められたくない連中がいるようです。ここでは言えない内緒の話は、ニコニコ動画で見てくださいね。この動画の説明欄にリンクがあります。リンクを押すだけで簡単に見れます。また、このチャンネルには、告知以外にも攻撃されてもバンの理由にならなそうな動画をアップしてあります。初めてご覧になる方はお試しに見ていただくのも良いかと思います。それから、このチャンネルとは別にサブチャンネルを用意してあります。サブチャンネルには感動ものと、再生リストに小分けにしてあったり、お歌なんかの底にしかない動画もアップしてあったりします。サブチャンネルはこのチャンネルがバンされた時の連絡等にも用いますので、チャンネル登録だけしておいていただくと安心です。さらにサブサブチャンネルとして、ランブルという別のプラットフォームにも過去動画をいくつか見繕ってあげていっています。どちらもこの動画の説明欄にリンクがあります。これらチャンネルにもぜひ訪ねてみてください。さて、今回追加した動画の内容の触りを少しだけ。まともな意見を言うと袋叩きに合う国をバトル形式で見てみよう。久々のバトルシリーズだな。前回が結構真面目な話だったからね。ちょっと息抜きに。私は全然息抜きにならなかったけど、理解しようとしなければいいのよ。してないんだけどな。ところで話は変わるんだけどね。ほうほう。ずいぶん前にマリサが言ってた、等身大のフリーダムガンダムが完成したらしいわよ。ああ、2021年5月から一般にも公開されるらしいな。ララポートと抱き合わせというか、看板的意味合いっぽいわね。ちょくちょく話題にしてるけど、日系企業の進出がやまないな。ほんとよね。私は怖くて旅行でも行きたくないわ。実際20人以上が言われなく逮捕されたりして帰ってきてないからな。一般人でも何か誤解されて、とかあるかもしれないよな。ね。でもマリサは何度も言ってるんでしょ。10回近く言ってるな。でももう怖くて行けない。今は海外旅行全般が危険かもね。これからの観光シーズンは近場でキャンプとかかしら。キャンプは小池都知事がダメだって言ってるな。吉村府知事も同じようなこと言ってたような気がする。あの人たち最低よね。憲法違反でしょ。それが狙いな気がしちゃうよな。既成事実を積み重ねてじわじわ権利を剥奪してやろうとか。本気でそう考えてそうよね。フリーダムが日本からなくなる日も近いかも。怖いわ。続きはニコニコ動画でね。